皆さんこんばんは、白菜です。白菜のラジオ第45回目ですね。今回は、ハーメルンの笛吹き男について、やろうと思います。どうもね、これをハールメンってなんか何度も言いそうになるんですけど、ハーメルンですね。なんでなんだろうな。なんか変な覚え方をしたんでしょうね、多分ね。まあ、変な覚え方したっていうか、なんかそういうふうに思っちゃってたんでしょうね。もしくは自分的にその方が言いやすいのか、何なのかわかりませんが。まあ、ハーメルンの笛吹き男です。で、まあ、ちょっとまた冒頭関係ない話しますけど、ついこの間ですね、滋賀県で、警察官が、まあ、射殺されたと。なんと、撃ったのが、同じ警察官であると。で、なんかですね、なんか注意されたみたいな、まあなんか、警察って多分体育会系なんでしょうね、おそらくまだね。で、まあなんかその、いわゆるそのキャリア組みたいな、コースの人たちはなんか知りませんけど、まあ普通の、警察官として入った、ところはおそらくまあそうなんでしょう。なんかそんなような情報もね、あるので。まあ、昔よりはね、そういうのも改善されてきてるのかもしれませんけど。まあ、だから、まあ、ちょっと言い方がね、普通の会社とかよりもちょっとこう、その体育会系の言い方というか、っていうのもまあ、あるのかなと思うんですよ。で、私はあんまり体育会系が好きじゃないので、そういう、なんだろうな、まあ、言い方っていうのはやっぱり気をつけるべきだろうなって思うんです。思うんですけど、今回、動機が怒鳴られたからっていうところで、まあ、それはね、カチンとくることあると思うんですよ。なんか怒られたりとかしたら。それはあるじゃないですか。しかもこれ、犯人、撃っちゃった子、19歳ですから、なかなかね、まだ社会出たてで、そういうのも、まあ、あるでしょう。確かにね。もう、こいつ、本当にどうにかしてやろうかっていうぐらい、本当、腹立つことも、人生ね、何十年も生きてれば、まあ1回や2回あると思うんですよ。でも、それを実際に実行するかって言ったら、まあ、大半の人はしないわけですよね。で、今回のこの事件は、まあ、そのなんか銃のね、警官は何のために銃持ってんだとか、なんかそういう、まあ、管理の問題とかね。教育の問題とかっていうのが、まあ、そういうのも言われていて、まあ、それも確かにね、問題だと思うんですよ。ただ、忘れちゃいけないのは、もう明らかに、この撃ったやつがおかしいですからね。怒鳴られて、後ろから銃2発撃つっていうのは、明らかに普通じゃないですから。しかも1発頭撃って、で、もう1発撃つんですよ。で、冷静に ATM でお金を下ろして逃亡してるんですから、これは、普通ではないです。で、まあ、19歳ということで、逃げてる間は、なんか、名前がね、公表されていたみたいですけど、まあ、捕まったら、まあ、一応未成年なんで、まあ、名前は伏せられると。これもね、どうかと思うんですよね。まあ、確かにね、そのなんか、家族とかのことを考えると、なかなかね、っていう部分もあるんですけど、ただ、まあ私、あくまでも私個人的には、その人殺しとか、あとは強姦とか、ね、そういうのは、年齢とかも関係ないと思うんで、少年法とか適用する必要がないとも思ってるんですね、個人的に。だから、別に、中学生だろうが何だろうが、その正当防衛とかね、そういうなんか、やむを得ない理由とか、がない、そういうのじゃなくて、こうやってもう人を殺すとかってことをしちゃう人間は、もうしっかりと少年法とか関係なく、もうそういう刑罰を適用するべきじゃないかなと思います。19歳だから、未成年だからって言われてもね、だって怒鳴られて銃2発撃っちゃうやつがね、
刑務所入りました、更生しましたって言っても、なんか信じられないですよね。なんで、その辺やっぱりちょっと、なんか日本はもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。ということで、本題に行きましょう。ハーメレンの笛吹き男。これはですね、まあなんか、ざっくりな話、皆さんも、ご存知だと思うんですけど、一応この事件が起こったとされているのが、1284年の6月26日というふうに、まあ、一般的には言われています。1284年といえばですね、元寇が起こった、3年後ですね。なんか話がずれちゃう。まあでもちょっとだけ話させてください。元寇ってありましたね。モンゴル帝国が、日本に攻めてきたやつですね。あの当時の朝鮮のですね、国であった高句麗が、まああの、モンゴルって、あの、遊牧民でこうなんか馬の扱いものすごくうまいけど、海渡るとかっていうのはなかったんですよね。でそれを手引きしたのが、当時の朝鮮の国である、高麗ですね。で、まあ、日本に来てですね、で一発目が文永の役ですよ、1274年で、この時、まあ、日本もですねまだ不意打ちというか感じでですね、まあ、なんとかこう、武士がいたんで戦って、で、まあ、やがて台風が来てですね、まあ、神風なんというふうに呼ばれて、なんとかしのぎきるんですけど、これですね、もう一回来るっていうのは、もう分かってたんですね。北条時宗ですよ、当時。で彼は、しのぎ切ったけど、まあ、また来るっていうのも間違いないというふうに思ってたんで、博多の守りをですね、固めるんですね。防塁を作ったりとかして、海岸でね。で、案の定ですね、その、数年後、今度が1281年ですね。公安4年です。そこで本当にまた来るんですね。十数万とも言われる大軍が博多湾に来るわけですよ。これはいわゆる公安の駅ですね。で、この時もまた、神風がって言って、言われてまして、で、私も、まあ、今の教科書は知りませんけど、私も、小学校ぐらいの時にそういうふうに習ったんですね。神風が来たから助かった。でもこれはね、武士に失礼で、確かに、長くあの辺にいるから、まあ、台風来たのは確かでしょう。神風のね。だけど、そこまでしのげたのは、武士がすごい、一生懸命戦ったからだし、北条時宗がですね、ちゃんとこの来るのを予測して、準備をしていたからこそ、しのげたわけですね。で、それをね、神風の一言で片付けてしまうっていうのはね、なんか、何ですかね、あの教育。あれはちょっとどうかと思いますね。っていう、すいません、話がだいぶ脱線しましたけど、まあ、そういうことがあった、3年後ですね。はい。で、話を戻すと、ドイツの町ですね、ハーメルン。1284年、ハーメルンの町にネズミがなんと大繁殖したと。で、みんな悩むわけですね。で、その時に、これどうしようと言っていたら、笛を持ってですね、なんかちょっと派手な服装をした、なんか、まあ、顔は違うけど、ちょっと道化っぽい感じの、服を着た男が来てですね、大変だろうとネズミと、ね。報酬くれるなら、このネズミ、退治してやるぞって持ちかけてくるわけですよ。本当にできるのかなっては思ったのかどうか、まあそこは言葉巧みにその男が信じさせたのかどうかは分かりませんけど、まあ、なんやかんやと、まあ、話し合いがあってですね、じゃあ分かったと。報酬を払うから、ネズミを、まあ、どうにかしてくれと。まあ、この時に前払いで少し渡したのか、それとも、まあ、退治したら渡すと言ったのかどうか分かりませんが、まあ、男はですね、それで、いや、分かったと。ということで約束をして、手に持っていたその笛を持ってですね、笛を吹いてですね、
対応するわけですね。笛吹いてどうすんだというふうに思ったら、なんと、街中のネズミがですね、その笛の音につられて、男のところに集まってくるわけですね。で、男はそのまんま、川に歩いていって、これが、ベーザー川というドイツ、中部の、にある川ですね。そこまで歩いていって、ネズミがみんなそこにこう、ブシャブシャブシャッ飛び込んで溺死してしまうんですね。どうだと。まあ言ったかどうかわかりませんけど、まあネズミ退治が済んだと。約束を守ったぞと。じゃあ報酬をくれというふうに言ったら、この町の人がですね、なんと払わなかったんですね、報酬を。そしたら、ふざけるなと。まあそれはそうですよね。ちゃんとやることやったのに、報酬が支払われない。そこで、まあ、じゃあ、払わないんだなと。そうか、わかった。と言って、笛吹き男は一旦、ハーメルの町を離れます。そして、6月26日の朝、まあ、昼間という説もあるらしいですけど、再び来てですね、住民が教会にいる間に、笛をまた鳴らしてですね、通りを歩いていくんですね。笛を鳴らしながら。そうすると、家の中からですね、今度はネズミじゃなくて子供たちが、出てきて、男の後についていってしまうと。で、この人数、まあ、130人というふうに言われてますけど、まあ、少年少女が、どん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 こう笛に吹かれてですね、連れて行かれて、で、市街の、ホラー穴ですね、山にあるホラー穴の中に入っていって、その穴が内側から岩で塞がれてしまって、笛吹き男も子供たちもその中に入って二度と戻ってこなかったと。で、まあ、物語によっては、ちょっとこう、目が不自由な子供とか、耳がちょっと聞こえない子供とかっていうのは、残されたというふうに伝えられている。まあ、そんなような、お話ですね。で、この、話ですね。まあ、後々、そのなんかいろんな人が、いろんな、まあ、アレンジで書いているんですけど、一番最初にこの話が、まあ、出てきたのが、1300年頃にですね、このまさにこのハーメルンの、マルクト教会というところに、あったステンドグラスですね。そこに、まあ、書かれていたということで、まあ、このステンドグラス自体はもうなんか破壊されてしまって、1660年に破壊されてしまって、もう原文はないみたいですけど、でそこに、書かれていた内容は、1284年、聖ヨハネとパウロの記念日、6月の26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され、コッペンの近くの処刑の場所でいなくなったというふうに、書かれていたそうです。で、まあ、こうなるとですね、もう都市伝説みたいな感じですよね。で、ただまあ、これ、このまま、なんだろうな、ストレートに受け取ると、まあ、物語じゃないですか、ほとんどね。だけど、実際はどうだったんだろうな、っていうふうに、考えるとですね、まあ、この笛吹き男が、じゃあ、まず、何なのかと。いうふうな話になってくると、やっぱり、ちょっと頭のおかしい、まあ、ちょっと子供とかを、こう、興味を持ってしまうと言っちゃ変ですけど、そういう系のね、いわゆる、あれですよ、小児性愛者というやつですね。そういうやつだったんじゃないか、みたいな、話とか、あと、まあ、人さらいだったんじゃないかとかね。そういう話。あとは、まあ、当時、十字軍がうんぬんという話があるので、まあ、少年十字軍運動というのがですね、1212年あたり、まあ、結構前になっちゃいますけど、まあ、そのあたりに起こっているので、軍事行動にまあ参加させられたんじゃないかとかね。まあ、いろいろな話があります。で、それでね、いろいろまあ考えていくと、まあ、ポイントというか、ところは、この笛は
まあ、これがね、その通りの話じゃなかったとすると、この笛は何なのかとか、男は何者なのかとか、いなくなった子供は、まあ、どこに行ったっていうのと、その子供は本当にその物語の通り子供なのかとか、なんかそういういろいろ、あれでなんで失踪しちゃったのかとか、っていうふうなことで、いろいろまあ想像ができるわけですけど、まずこの笛ですね。象徴的なものですけど、この笛は、なんかほら、犬笛とかあるじゃないですか。犬にしか聞こえない、音で、周波数の音で、犬をこう、まあ、コントロールするというか、指示に従わせるみたいなね。もしかしたら、まあ、そういうものがあれば、ネズミとかももしかしたら本当にそれでコントロールできるのかなとも思うんですけど、なんか、イルカとかにも確かね、なんかそういう笛が確かあったと思うので、まあ、動物、その動物にしか、聞き取れないような音を出すことによってコミュニケーションを取るというようなことは、可能なんじゃないかなというふうに思います。ただそれを人間相手にできるかっていうと、ちょっとやはりそれは難しい。となると、人間に対してもしね、やるのであれば、そのなんかネズミとかをこう、犬とかをね、どうこうするっていう話じゃなくて、なんかその、催眠状態にする何かみたいなね、そういうものを使って、子供たちを誘導して、どっか連れて行ったんじゃないか、とかね。まあ、ただ130人って言ってるんで、さすがにその全員を、催眠状態って、やっぱりこう、入りやすい人と、入りにくい人と、いるらしいので、130人、まあ、子供だから割となんか入りやすいような、気はしますけど、まあ、だからといって、全員がそれに、その催眠状態に入ってしまうかっていうと、それは、どうだろうな、というふうな気もしますし、まあ、それにまだ1200何年とかいう時代なんで、そこまで、そういったですね、まあ、技術というか、そういうものが確立されているのかどうかもちょっと、わかりませんし。まあ、あとは、なんだろうな。例えば、この男が、さっき言ったような、まあ、何かしらの軍隊、もしくは民兵とかの、リーダーで、で、まあ、実際にその町のね、大人たちと何かあって、で、本当に、そのなんかその旗印のもとに子供をさらってっちゃったとかね、いうふうなこともまああるかなと。だ笛はそのまま笛なのか、もしかしたらその何か男が持っていた象徴的なものを何か表しているのかなというふうに思います。それが何かっていうのもわかんないですけどね。じゃあこの男は何者かと。いうところですけど、まあ、さっき言った通り、まあなんかの軍隊、まあ、軍隊って言っても、この頃っていわゆる国軍っていう概念ってあんまりないはずだな、確か。なんで、まあ、何かしらの傭兵とか民兵とか、あとは宗教のね、宗教が抱えている、まあその軍隊みたいなものの、リーダーとかね。あとはもう単純に、人身売買の、商人。で、まあ、それで、町の、大人たちを、まあ、そそのかしたというか、いうところで、子供を全部連れて行ってしまったと。大人たちがいないうちにね。とか。まあ、なんかその辺が一番、まあ、嫌ですけど、あんまりいい気分しないけど、まあ、その辺がなんか一番現実的なような。まあ、気がしなくもないかな。でね、子供がじゃあなんでいなくなったのっていうところになると、やっぱり、まあ、人身売買っていうのが あり得ると。あとは、まあ、ちょっとこう、スピリチュアルというか、そういう系の話で言えば、神隠しとかね。そういうのも考えられる。もしくは、もうですね、まあ、この、子供がいなくなっちゃった理由っていうところにも関連してくるんですけど、そもそも、いなくなっちゃったのは、子供じゃなくて、もう、なんだろう、その村人全員。要は、何かしら理由があって、
移民みたいなね、感じで、どっかに移ってっちゃったんじゃないか、というようなね、考え方もあるかなと思います。まあ、そうなるとね、全く、なんでこういう形で、あの話が伝わったんだろうっていうふうにも、まあ、思うんですけどね。あとはなんか、この男が、まあ、魔術師というか、そういう系で、何かしらそのなんか町が、ネズミじゃなくて、ネズミじゃないけど、ネズミもまあ、なんかある意味そのなんか、比喩的なもので、実はなんか別の理由で、結構こう街がやばいことになってたと。まあ、例えば、まあ水不足だとか、なんかそんなような理由でね。で、俺は雨を降らせることができるぞみたいなことを言って、実際に、まあ、天候を読んだのか、まあ、諸葛亮孔明とかの、やり方ですかね。天候を読んだのか、なんかで、まあ、実際に雨が、彼が行った、その、この男がね、行ったタイミングで雨が降ったと。だけど、報酬を払わなかったがために、生贄だっつって子供全員連れてっちゃったとかね。まあ、生贄で130人全員っていうのはちょっとまあ、多いかなという気もしますけど、まあ、あくまでもね、例えばの話でね。あとは、さっき最初に言った通り、まあ、ちょっと、いわゆる異常者みたいな感じで、殺人鬼みたいな感じで、もう子供全員連れてって、洞窟の中まで連れてって、そこでどうにかしちゃった。あまり考えたくないですけどね。っていう、まあ、可能性。ただ、まあ、ちょっと、こう、いわゆるシリアルキラーとかっていうのとはちょっと違うんだよ。130人を本当にあれしたんだとしたら、もう大量殺人とかそっち系になるんで、ちょっと連続殺人鬼とはまた違ってくるんですよね。で、まあ、もしくは、この、村人も全員が集団催眠でもかかって、とか、まあ、そんなどうかけたんだとかいうことにもなるんですけどね。あとは、まあ、子供を、だけを選んで、こう、徴兵みたいな感じで、言葉巧みに連れて行ったか、もしくはなんか宗教的なものが絡んでいるか、いうところですね。実際どうなんでしょうね。このね、もしかしたら、例えばですけど、このネズミが来て大変だっていうのが、まあ、盗賊みたいなものがね、居座ってて、たびたびこう、なんか、街に来ては、まあ、例えば女子供をさらっていくとか、金品を奪っていくとかね、食料を奪っていくとか、ということで、まあ、悩まされていたと。で、その時に、この男が、まあ、旅人なのかなんだかわかんないけど、まあ、通りかかって、どうしたと言って、まあ、じゃあ俺が何とかしてやろうと言って、実際にね、まあ、一人だったのか、もしかしたらその何人かいたのかわかりませんけど、まあ、その、まあ、リーダー格の男が何かしらの、まあ、作戦なり戦術なりを使って、その盗賊なりを追っ払ったと。じゃあ報酬をくれというふうに言ったけど、ちゃんとそれを支払わなかった。だから、子供たちを、今度はもう、じゃあ分かったと、報酬くれないのか、じゃあ分かったって言って一回帰ったけど、まあ、どっかその行ってる時に、例えば、誰かと話してね、じゃあ、子供たちを連れてこいと。その子供たちを連れてきたら、その、こっちで売るから、その金を一部お前にもやるから、みたいなことで、人身売買。まあ、本人は人身売買の商人じゃないけど、報酬を払わなかった。という、まあ、仕返しというかね、ところで、子供たちをさらって売ってしまった。で、本人は報酬をもらってそのままどっか姿を消したとか。だから、もしかしたらそういう意味で言うと、この笛が、例えばなんかこう特徴的なね、剣だったりもするのかもしれません。っていうふうに、いろいろね、
考えられるんですよね。なんか本当にこのまま話をねストレートに受け取るとちょっとこう怖い話ですよね。ネズミ退治、その笛が何なのか分かんないし、ネズミを退治しました、で次に子供を全員さらっちゃいました、それも何人かとかじゃなくて、もう多分村の子供全員ですよね、これ。村とか町か、町の子供もうほぼ全員をさらってしまった。で、これだけの130人と言われる子供をさらう理由って、何かをこう組織するか、もしくはもう売るか、なんかそれぐらいしかないような気はするんですよね。例えばその個人的なね、趣味というかあれで、何人か連れてってとか、まあ、例えばちょっと異常者で殺すことが目的でとかっていう可能性もあると思いますけど、だとしたら130人も連れていくっていうのはちょっとどうだっていうふうに思うので、これだけの人数を一気に連れていくっていうのはやっぱり、子供のうちからこうね、育てて鍛え上げるために、軍人としてというかね、その戦う、傭兵みたいな感じで、連れてった。そういう鍛えて、傭兵として、出して、それで金をもらうとかね。で、この男は要はその、傭兵を手配する。派遣業みたいなもんですよね。をやろうとして、それをしたとか。でもやっぱり人身売買が一番大きいような気がするな。日本とかだったらなんかね、妖怪がとか、山の神様が怒ってとか、だとしても130人やっぱりちょっと多いね。もしくは、何でしたっけ？先手十字路、十字路か。先手十字路を作るのね。これごめんなさい。今、北斗の拳わからない人には何のことだかさっぱりだと思うんですけど。北斗の拳でですね、サウザーという、南斗政権最強の男がいて、心臓が左じゃなくて右にあるっていうね、男で。で、そのサウザーがですね、ピラミッドみたいなのを作ってるわけですよ。で、そのピラミッドを作るのに、労働力として、子供を使う。歯向かわないし、使いやすいと。いうことで、子供をさらって子供に、それを作らせていたっていうものがあって。その、ピラミッドを作ってたかどうかっていうのはともかくとして、でも、奴隷として売ったっていう可能性もありますよね。要は人身売買ではあるんですけど、例えばどっかの労働力としてさらってった。もしくは、ちょっと向こうも言い方悪いんで、胸くそ悪いっちゃ悪いんですけど、いろんなね、顧客に対して、その顧客が望む子供を売ったとか、それぞれにね、そのために集めたとか。もしくは、一回さらってってどっかに置いて、それぞれの特色を生かしてある程度育てて、それで、奴隷のその商品として売るとかね。この当時はね、今でも人身売買ってありますけど、今以上にね、普通にって言っちゃちょっと、語弊があるかもしれませんけど、そういう売るとかっていう人間をね、売買するっていうことが、あったとしても、おかしくないような、ぐらいの時代ですからね。実際、現行の時も、あれは、人さらいとはちょっと違いますけど、攻めてきたね、あっちの、そのモンゴルの軍隊とかに、日本人にさらわれてますからね。連れてかれちゃったりとかしてるんで。もちろん、その戦いには勝ったんですけど、そういうのもあるので、この、ハーメルンのね、笛吹き男の場合は、争いが勃発してっていう感じではないですけど、やっぱり何かしらのそういう、ことが
あったんじゃないかなというふうに思います。まあただそうだとすると、なんであんな伝え方をね、ステンドグラスでなんでそんな伝え方をしたのかなというふうな気もしますけどね。タイムマシーンとかがあればね、その時代のまさにその瞬間を、行ってですね、まあ、1984年の6月26日にのこのドイツの、ハーベルに行って見るということができるかもしれません。まあ、干渉しちゃったらこれまたおかしなことになるんだろうけど、なんかもうでも過去ってもう出来上がっちゃってるから干渉ってできないんじゃないかなというか気がしなくはないんですけど、ね、個人的には。まあ、ちなみにですね、他にもいろんなのがあって、このハーメルンのところにある、なんか門があって、そこにですね、ラテン語で、碑文が書かれているそうなんですけど、そこには、この笛吹き男の正体は、マグスといわれる、まあ、魔法使いだというふうに刻まれていて、でさらにいくつかの説では子供たちが何らかの、自然的要因により死亡してしまった、要はまあ死神みたいな、感じですかね。だからさらわれちゃったっていうよりはもう魂だけ引き抜かれてしまったみたいな、そういうイメージですか。だからそういうふうな感じで見ていくと、笛ね、あれは死神が持っているのは鎌とかだったっていうね、そういう風な、解釈もできるかなと。あと、この子供たちがまあ130人こう男についていくわけですから、ネズミがね、ついていったみたいに、まあ、行進するわけですよ。その行進は中世のですね、美術様式である死の舞踏という、その表現だっていうふうにまあ言われたりすることもあるそうです。ちょっとまあ絵とか美術あんまり詳しくないんで、わかんないんですけど、まあこの死の舞踏というのは、中世末期の14世紀から15世紀のヨーロッパで、流布した寓話、および、それを元にした一連の絵画や彫刻の様式のことを言うそうです。まあ国によっていろんな、言い方があるそうですけど、なんか怖いですよね。死の舞踏。死の舞踏ではないですよ。舞踏ですか、ね、まあそういう説もあると。で、先ほどちらっと言いましたが、さらに別の説で、子供たちは何らかの巡礼行為、もしくは軍事行動、それか、少年十字軍の、まあ、運動として、町から去って、まあ子供たち、その両親のね、元に戻ってこなかったとか、あとは、1734年にヨーハン・クリフトフ・ハーレンベルクという人が、唱えたですね、1260年のデレミューンデの戦いで壊滅したハーメルン市民軍の記憶が、まあ、変形したと。まあ、人間の記憶っていうのはね、その事実そのものじゃなくて、その時の印象で結構こう覚えているので、事実と異なるっていうのは決して珍しくはない。で、まあ、その事実とは違う形で、まあ、その印象で記憶が変わってしまって、笛吹き男に引き連れられた130人の子供たちというふうな形になって、広がったっていうようなものとか、まあ、いろいろあります。まあ、このね、短い、まあ、話ですけど、このハーメルの笛吹き男自体は、この設定そのまま使ってなんか別の話とか普通に作れそうですよね。どんな話になりますかね。まあ、これが事実だとすると怖いですけど、でもまあ話のその題材としては、なんか面白いかなというふうにも思ったりしますが、書いてみようかな。ちょっと、
今思いついたことですけど、候補に入れておきます。これを元にしたというか、この設定を元にした話ということでね。はい。という、まあ、ことでですね、改めて、なんか私もこの話自体はうっすら、知ってたんですけど、改めてなんか見てみると、不気味な話だなっていう、なんかいろいろこう想像してしまうような話ですよね。どうもなんか日本に伝わってるやつはね、もうちょっとこう、なんだろうな、優しい感じって言っちゃあれですけど、設定というか、その、なんだろう、終わり方がね、変わってたり、子供たちが、行方不明にならずに、未遂で終わるとか、あとこの笛吹き男は別に悪いやつじゃないっていうね、ものとか、もしくは、これはちょっと怪しいな、子供たちは嘘つきや意地悪な人がいない幸せな国に行った、これはなんかちょっとなんだろうな、もう大昔にですね、北朝鮮は幸せな国だってなんか言ってたのとちょっとなんか被るような、なんか怪しい匂いがしますね。これは嘘つきや意地悪な人がいないっていう、もうこれちょっと元も子もないかもしれないけど、そんな場所ないですからね。それね、あったらおかしい、なんかバランスとしておかしいような気がするんですけどね。物事をやっぱりこの表と裏というか、まあ光と闇というか、そういうなんか必ず対極のものがあるんで、そんななんか善意だけの場所みたいなものはね、それがあるってもし言われたら、いやいやもうその時点で嘘だろっていうふうに、思ってしまう。まあね、ちっちゃい子供とかだったらそれを信じるかもしれませんけどね、楽園がとか言ってるのは大体怪しいですからね。はい。まあといったところで、いろいろね、なんか引っ張ろうと思えばまだ引っ張れそうな話のネタではあるんですけれども、はい、一応、まあそういった、内容の話ということですね。だいぶ私の想像も途中入ってましたけど、はい、ということで、今回のお話はハーメルンの笛吹き男でした。はい、では今週の映画です。今週はですね、ロストバケーションという映画ですね。これはですね、人食いザメが出てくる話です。と言っても、前にですね、ちらっと紹介した、ジョーズとかともちょっと違いますし、前に言ったですね、ダブルヘッドジョーズとか、トリプルヘッドジョーズとか、なんかどうも頭が5つあるっていう、なんか意味わかんないのも、いるらしいですけど、なんか尻尾が、前に頭4つで、尻尾も顔なんですって。なんかもうね、ヌエとかキメラみたいな感じですよね。そうなると。頭増やせばいいってもんじゃないような気がするんですけど、まあそんなのも、サメの映画だといろいろありますけど、これはですね、確かに人食いザメ出てきます。で、怖いです。だけど、ちょっとね、そういうのとは違う。これね、ちょっとこう、痛々しい描写も出てくるんですよ、途中。だけど、私はですね、なんかこれ最後ちょっと感動しました、なんか。はい。これね、どんな話かというと、主人公ナンシーという女性です。医学生なんですけど、まあちょっと、理由があってですね、今もうちょっと学校休んでるみたいな状態で、で、そのナンシーがですね、まあ一人で、まあ一人は友達と一緒に来てるのかな。友達と一緒に、まあ旅に出て、で、まあその友達がですね、ホテルで、酔っ払って、寝てると。なんで自分一人で、そのナンシーの母親がですね、その彼女を妊娠している時に、まあ来たっていう、そのメキシコのすごい綺麗な海。そこに、来るんですね。その本当にそこは綺麗で。で、彼女はサーファーでもあるので、
まあ、波の匂いするんですけど、その波がね、波もまた、いい感じの波が来るわけですね。で、お母さん実はもうちょっと何かしらの病気で、がんかな、なんかで亡くなってしまっていて、で、家族は父親と、あと妹がいると。で、まあ、ナンシー自体はすごくこう、心の優しいというかね、女性なので、最初はね、その医者になるということで、人を救うんだという思いでやるんですけど、まあ、自分のそのお母さんが、闘病の末に亡くなってしまった、ことによって、ちょっと心が傷ついてしまってるんですね。戦っても救えないものもあるっていうところで。まあ、そましてそれが自分の母親だったからこそ余計にね、そういう、まあ、傷が深かったでしょう。で、まあ、そんな中ですね、その海について、で、まあ、そこにですね、まあ、あれ、ヒッチハイクかなんかのかな、まあ、たまたま、長江に家があるんだよっていう男に乗せてもらって、ビーチまで来ます。で、そこで、まあ、サーフィンをやってですね。で、同じように、まあ、その、サーフィンに来ている男二人とかがいて、まあ、それでちょっと軽く仲良くなって、一緒に、まあ、サーフィンをするんですけど、で、日が暮れてきます、やがて。で、そうそう日が暮れるから帰ろうというふうに、その男二人に言われるんですけど、まあ、私は、もう一本乗ってから帰ると言って、一人残るんですね。そうすると、まあ、なかなか、こう、いい波が来ない。というところで、ふと見ると、なんとですね、クジラの死体がこう浮いてるんですね、近くに。それも明らかに何かに食い殺されたような死体。まあ、でも浜辺まで200メートルぐらいなんで、全然見えてるんですよ。オープンウォーターっていう映画みたいにですね、本当に沖の方で、どうこうなっちゃうとか、そういう感じではないんですよ。ちなみにこの映画もう終始、岸は見えてます。見えてるんだけどっていうところで。で、まあそのクジラの死体いきなり見たらなんだって思うじゃないですか。だけど、まあ、気持ち悪いなと思いながらも、考えてる時に波が来てですね、あ、じゃあ波に乗ろうって言って行くと、サメの影がこう見えてきてですね。で、襲われてしまうんですね。で、ももとふくらはぎを怪我してしまって、で、男二人はまだ浜辺にいてですね、車で帰ろうとしてるから、大声でこう叫んで助けを呼ぶんですけど、まあ、声は届かないと。で、彼女はまあ、怪我しちゃったんで、一回ちょっと、岩礁とかもあるんですけど、そこまで間に合わないから、とりあえず、クジラのその下によじ登ってですね、なんとかそのサメをしのぐんですね。ところが、そのサメが、まあ、一回襲ってるし、血が流れてるんで、その、クジラを、に向かってタックルしてですね、ナンシーをその海に落とそうとするわけですよ。だけど、なんとか、これタックルしてくるなっていうのを途中で読んで、で、そのタイミングで海に飛び込んで岩礁まで泳いでですね、なんとか、そこまで逃げ切るんですね。で、自分はまあ、この彼女さっき医学生って言ったんですけど、まあ、なんでまあ、医師としてのその、知識がありますので、で、手持ちのもので、なんかピアスとか使って、足をですね、まあ、その簡易な感じで縫合して、なんとかですね、こう、しのごうと。で、まあ、日が暮れてくるんですけど、まあ、日がこう、またね、上がってくれば、誰か来て、助けてくれるかもしれないということで、なんとかその岩の上でですね、待つんですね。で、起きると、夜中かなぐらいに起きると、あ、夜中で明け方ぐらいかな起きると、なんかね、浜辺になんかこう、寝てる変なやつがいて、男が。なんだこいつって話なんですけど、まあ、酔っ払ってなんかもうそこに寝ちゃったみたいなんですよ。酔っ払って浜辺で寝るっていうのが、一人でね、しかも。よくわかりませんけど、まあ、いて、で、こう、助けてって言うんです。その男気づくんですよ。気づいたけど、なんかこう、そのナンシーが単純に、おーいって手を振ってると思ってね、手とか振り返しちゃって、全然分かってないわけですね。まあ、しょうがないですけど。で、彼女のバックパックが、浜辺にあるから、ちょっとそこまで行って、電話で助け呼んでくれっていうようなことを言うんですけど、そのジェスチャーが通じてですね、そのバックパックのところまで行くんですけど、
まあ、男はですね、これ幸いとばかりに、そのスマホと、財布の中のお金ね、をパクって、なんならそのバックパックも背負って、もう行っちゃおうとするわけですね。おい、ちょっと待ってくれと。もう、あげるから、助け呼んでくれって言うんですけど、もう、話聞かないわけですよ。で、その、まあ、歩いてる途中にですね、男がその、ボードを、海にこう、さまよってる、漂ってる、ボードを見つけて、あれもいただこうということで、海に入っていくんですね。でもサメいるじゃないですか。で、ナンシーは、もうダメ、来ちゃダメだと。サメがいるから、ダメだって言うんですけど、そんなもん、全然気にせずにですね、男はどんどん海に入っていって、で、ボードのとこまで着くんですけど、まあ、案の定、やられまして。ここがちょっと謎なんですけど、なんとその男、まあ、人のもんかっぱらって逃げようとしたからでしょうかね。上半身と下半身がですね、こう、分かれた状態になっちゃうっていう、そんなことになるか、サメに噛まれたからって。まあ、その状態だったら、下半身ないんじゃないかとか、上半身ないんじゃないかと思うんですけど、一応上半身がこう砂浜にこう這い上がってきてる状態で、でもそのすぐ近くに下半身があるっていう、ちょっとよくわけのわからない状況。で、まあ、その男が死んでしまうと。で、まあ、絶望的な状況になるんですけど、また日が上がってきた時にですね、前の日に一緒にこう、泳いでたというか、サーフィンやってた男二人が来て、で、その二人にも、サメがいるから危ないとか、まあ、言うんですけど、いや、このとこサメいないよって言って入ってきて、まあ、あの女やられちゃうんですね。二人とも。で、彼女はどんどんこう、まあ、傷も負ってますし、追い詰められていくんですけど、で、やがてですね、まあ、その、覚悟を決めて、っていう、まあ、最後の戦いじゃないですけどね。その生き延びるための戦いをこう始めるんですけど、このね、最後、これはお母さんがさっき病気で亡くなったって話をしたんですけど、そのこのサメに襲われる前に父親と話をしてて、なし戻ってきてくれと、ね、ちゃんと学校を卒業して医者になってくれっていうようなことを言うんですけど、まあ彼女はさっき言った理由でなかなかこう、その気になれない。でもその父親が、お母さんはもう全力で戦ったんだ、最後まで。っていうようなことを言うんですけど、まあでも、結局は死んでしまったみたいなことで、ね、気分が沈んだままなんですけど、で、彼女も同時にこの上昇ない状況の中で、諦めないんですよね。最後まで戦うんですよ、一人で。海ですから、周り海で、相手サメ。しかも怪我してる。まあ。でね、そのサメが諦めないでずっといるんですよね、その周辺に。だから、もう逃げ、もう岸が見えてるのに、逃げようにも逃げられないっていう結構絶望的な状況。で、助けに来てくれた、助けてくれたはずの人たちも、まあ、やられてしまっているという、そういう絶望的な状況の彼女は諦めずに、最後まで、こう、戦ってですね。で、最後、まあ、ちょっとね、おって、なんか思います。だからなんかその、怖い映画っていう、そのなんかサメの恐怖みたいな、映画でもあるんですけど、なんかちょっと最後ね、感動するんですよね、なんか。なんで、この映画なかなか、面白いので、もし、見たことなければ見てみてください。まあ、普通のサメの映画と思って見るとちょっと違いますけどね。はい。なんで、個人的には、そうですね。星5つで言ったら 3.5 ぐらいかな。あくまでも私個人の感想なので、はい、ご了承ください。はい、ということで、今回の映画はロストバケーションでした。はい、では妖艶の、3回目ですね。今回はちょっと全2回やってるので、
なんかあらすじ的な感じでちょっと、おさらいをまずしてから始めようと思います。主人公の私はずっと欲しいと思っていた不死語という怪奇なことばかりを集めた本が見つかったと知人から連絡を受け、2、3日前に降った雪が残る道を歩き、古本屋へ。本を無事に手に入れ、不死語のことを教えてくれた男へのお礼も兼ねて、西洋料理の店に入った。すると、その男がある話を始めた。ある日、同僚と飯を食べて帰る途中、一人の女を見た。その女は、田舎で小学校の教師をしていた時に教えていた生徒だった。その女は、男の友人と関係を持っていた。相続のことで帰省していた男は、その友人のところへ顔を出した。すると、飯をご馳走してくれた後で、ちょっと歩こうということで、外へ。連れて行かれたところは、友人と関係を持っていた、あの女の家だった。男の記憶では、幼い少女だったが、今ではすっかり女になっていた。そして、昔を懐かしみながら、話をしたのだった。その翌年、友人は、サイ君を置いて、女と二人で大阪へ逃げたが、それも具合が悪く、朝鮮へ行ったという話を耳にする。男が同僚との食事の後に見かけたのは、朝鮮に行っているはずの、その女だった。それから数日後、またその女を見かけ、追いかけるが、声をかけようかと思っているうちに、女は家の中に入ってしまった。男は、今度堂々と家を訪ねてみようと、その日は帰ることにしたが、一つ気になることがあった。追いかけているとき、女の足音が一切聞こえなかったのである。では、3回目本編に入ろうと思います。翌朝、電車に乗った時にも、今日は帰りに神保町で降りて、昨夜の家へ行って聞こうと思っていたが、誰か表に立っているようよ。そういった女の子の声が神経に残っていて、それが善児に帰りに寄ろうとしている心を鈍らせてきた。それに、静かに考えてみると、自分がその女に異常な興味を持ったということが、何かしらの己の本能から出てきた汚い感覚のためであるように思われて、何人かに顔を見られているような気になってきた。で、帰りに、数寄屋橋街から土橋を大塚間を運転している電車に乗ることは乗って、神保町までは来たが、降りる気になれない。それに、3時頃から降り出した雨は、まだ4時を過ぎたばかりであるのに、薄暗く陰気で、それやこれやで、とうとうそのまま帰ってしまった。その翌日は、それでも神保町のことを思い出さないでもないが、もう前日ほどの執着はなかった。その晩の帰りには、数寄屋橋の鳥屋で、新聞記者をしている友人と飯を食ったが、その友人が帰りに茶でも飲んで別れようというので、そこを出ると、日比谷の方へ歩いて行って、青山麻布方面へ行く電車停留場の左の角になったカフェへ入りかけた。10時頃であっただろう。電車に乗る客は、そこの停留場にも、公園の口になったところにも、うっすらしたもやを浴びて、ポツポツとしか見えなかった。私が先に立って、2段か3段かになった、そのカフェの入り口の石段を上がったところで、中から客が出てきて、ドアを外へ開けたので、私は体を斜めにして待っていた。学生らしい二人の客が出て、扉がちょっと閉まりかけてから、また一人の女が出てきた。出た拍子に肩を引っ掛けたのか、女の頭から黒い光のある櫛が落ちて、私の靴の先にかすかに音を刺した。私はかがんでそれを拾ってやって、後ろを振り向くと、女も最後の石段に片足をかけて振り返ったところであった。それは彼女ではないが、
女は手を出そうとして、私の顔がわかったように、嬉しそうな顔をして、口元を動かしながら何か言いかけたところで、私の後ろを歩いていた友人が、よたよたと後ろから私に取り付いて、おい、何をしているのだ、早く帰らないか、と言って、私を家へ突き入れるようにした。私は、ちょっと待ってくれ、少し用事がある、と言って、友人を振り離そうとしたが、彼はしっかりと力を入れて離さない。そして、私はとうとう店の中へ突き込まれた。まあまあ待ってくれ。友人の細君に会ったから。私は友人をやっと突き抜けて、急いで外へ出て行った。もう、彼女の姿は見えなかった。どうしても親へだ。嬉しそうな顔をして、私に物を言おうとしたのを見ても、確かに彼女である。私はそのあたりを見て歩いた。すぐ前の停留場にも、二、三人の客が立っているので、そこへも行ってみたが、それにもいない。ついすると、神田の方へ行く電車の乗り場にいるかもわからないと思って、そこへも行ったが、彼女らしいものは見えなかった。私はその串を握ったまま、仕方なしに友人のいるカフェへ引き返した。おい、何をしているのだ。待ちかねたよ。友人は、ヒアリスミの宅によって、ビールを飲んでいた。エプロンをかけた若い女が、そのそばで相手になっていた。友人の細君に会ったところで、その細君が櫛を落としたから、拾っていると、君が来て、無理に引っ張り込むものだから、出て行ってみると、もういなかったよ。この櫛さ。私は、右の手にしていた櫛を出してみせた。それは、黒い銀の星飾りのついた、ゴムの櫛であった。君は頭のものをやるのが専門だからね。と、友人は赤い顔で笑ってみせた。私は、女のついでくれたビールを一口飲んで、友人に調子を合わせて笑ったが、今、僕たちが入ってきた時に、出た女があったね。あれは一人で来たのかね。と、女の顔を見ると、女のお客さん、あなたがいらした時に、女のお客さんなかったはずですわ。おかしいのね。と、女は首をかしげた。茶の縦縞の羽織を着た、ハイカラが出て行ったじゃないか。それが出口で、これを落としたから。拾ってやってみると、友人の細君じゃないか。この男が、僕に抱きついたりなんかしているものだから、とうとう行っちまった。ハイカラを見なかったかね。と言うと、女は不審そうにして、いいえ、確かな女の方は来ませんでしたわ。と言って、向こうの宅で、二三人の男を相手にして笑っている方々の女に声をかけて、さっき、この方たちがいらした時に、女のお客さんはなかったわね。と聞くと、方々の女は、なすばになった、ちょっと愛嬌のある顔を見せて、来ないわよ。来たって。女のお客さんは私が断るわよ。と冗談にしてしまった。私は不思議でたまらないので、そばの女と冗談を言い合っている友人に聞いてみた。おい、君は僕に抱きついた時に女を見なかったかね。見るものか。そんな美人は見なかったよ。動物園にいそうな書生さんが二人出てきたじゃないか。二人の書生を知っているなら、その後から出てきた女を知らないことはないので、念のためにもう一度聞いてみた。その書生の後からすぐに出た女だよ。君は知らなかったのかね。知らないよ。そんな気の利いた女がこんなところへ来るものかね。でもこの櫛を拾ったじゃないか。その拾ったが怪しいよ。さっき外へ出た時に仕事をしてきたのでしょ。友人は茶化しかけてきたが、私はこんな確かな証拠があるのに、来ていなかったというのが不思議であるから、友人に調子を合わせることができなかった。おかしいな。私は思い出して、その櫛を卓の上に置き、飲み差しのビールのコップを持った。私は彼女に会うというよりは、
入っていない女を見たという、その不思議の方へ心が行った。私は、発狂前の者が錯覚を起こして、種々の者を見ることを知ってもいたし、聞きもしているので、これは、発狂の前兆ではないかと思って、じっと気を落ち着けて、その日のことを考えてみた。朝、家を出しなに、いつもタバコを買うタバコ屋で、9銭の朝日を買って、それで1銭のお釣りをもらったこと、混み合った電車に乗って、前に立った女学生と足を松葉つなぎにしていて、自分で顔をあからめたこと、ジムを取ったこと、机を並べている同僚が例によって支配人の口真似をしたこと、そばにいる友人の電話があってから、数寄屋橋街の取り合へ行ったこと、友人と話し合った仲間の噂のこと、それからここへやってきて、女の櫛を拾ったこと、それは皆順序だって、少しも躊躇することなしに思い出された。おい、何をそんなに考えてるんだ？友人が大きな声をしたので、私はびっくりして友人の顔を見た。友人は笑っていた。おい、そんな変な櫛は捨てろよ。そんな櫛を持ってるから変な気になるのだ。捨てろ捨てろ。なるほど。こんな櫛を持っていてはつまらない考えが起こるかもわからない。後で彼女に会った時に櫛がいるようであればおごってやってもいい。大した櫛でもなさそうだから、これはここへ頼んでおこう。なくなったところで構わないと思い出した。姉さん、この櫛をここに置いておくから、訪ねてきたものがあったら、渡してくれないかね。なくなってもいいよ。と、そばにいる女に言った。女は別に、そんなことを問題にしていないので、軽く引き受けてくれた。私はそれで、いくらか安心したので、そこへ尻を据えてしまって、電車がなくなるまで飲んでいた。はい。ちょっと長かったような気がしますが、第3回目はここまでです。どうも怪しいですね。語り手にしか見えていない、この女。しかも、だいぶはっきり見えているわけですから、これがもし、人じゃなかった場合、なぜ彼にだけ見えているのか。という話にもなってきますが、まあ、それはですね、今後判明してくるでしょう。はい。ということで、妖艶第3回目でした。最後お知らせですが、ですね、これを録音している今はまだですが、スマホのアプリで、ヒマラヤという、音声のまあ、オーディオブックとかね、そういうのも聞けるアプリがあるんですけど、一応そこでですね、ちょっと配信をさせていただくことになりまして、せっかくなので、ちょっとまあ、あんまり YouTube の方では上げないような感じの話も、ちょっと書いてですね、それも、一緒に出そうと思ってるんですけど、ちょっとまあ、いろいろあってですね、まだそれが書けていないので、今このラジオが公開されている段階で、その、新しいオリジナルの話が、スピース作品が出てるか分かりませんが、一応何かしらは、アップしている予定です。ただまあ皆さんはもう、聞いたことがある話だと思いますけどね、それについては。まあ、そっちだけじゃなくて、この YouTube の方でもですね、まあ、最終的には、出すので、まあ、どっちを聞いてないと、聞けない話みたいなのは、あんまりまあないようにしようとは思うんですけど、まあ、一応そっちでも、出していくので、よろしければ、そちらの方もですね、合わせて、聞いてみていただければなと思います。はい。ということで、白山ラジオ第45回目ですね。今回はここまでとなります。では、また来週。
よろしくお願いいたします。さよなら。